エンジンかかってたらロックできるキット。エンジンかけたままロックできるキット。はい、レンドルババです。はい、このチャンネルはですね、アルファとベルファイのカスタムを配信しているチャンネルでございます。まだチャンネル登録お済みでない方、ぜひこの間にチャンネル登録よろしくお願いいたします。では今回なんですけど、今回もですね、エンラジ商事さんからご提供いただいた商品をご紹介したいと思います。ね、この商品はですね、30の時にも実際に取り付けした商品で、まあ、冒頭ね、30の時のちょっと面白かったシーンをね、ちょっと切り抜いて、オープニングとさせていただいたんですけども、今回もですね、カプラオンの商品になっております。で、30との違いは、まあ、機能的には全く同じなんですけども、取り付け位置ですね、30の時はハンドルの下、カバーを外して配線を割り込ませるタイプだったんですけども、今回どうやらですね、グローブボックスの裏側になっているので、作業性はね、正直上がったかなと思いますので、まあ、多分ね、2、3分でできるような作業なんで、ぜひですね、この動画を初めて見られた方、私のチャンネルを初めて見られた方で、カスタムをしたことない方はですね、ちょっとこれをね、きっかけにね、ちょっと自分でやってみようかなと思っていただければ幸いでございます。ではね、実際にグローブボックスの外し方で接続の仕方を見ていきたいと思います。はい、ではですね、グローブボックスの方を外していくんですけども、おそらく今回ですね、 ECU ですね、コンピューター的なところに配線を割り込ませると思います。で、外し方なんですけども、開いていただいて、こちら左側ですね、左側にダンパーがありますので、ちょっとしたね、出っ張りに輪っかが引っかかっているような感じ、これを引っこ抜くだけですね。で、単純にシャルの外側に引っ張っていただくかですね、ちょっと見にくいですけどね。で、あとはこの実際に入っている箱の部分を内側に押さえるような感じですね、ギュッと絞める感じですね。にすると引っかかってるだけなんで、これで簡単に外れます。こんな感じですね。で、あとは外れ、こんだけ外れたら、あとは上に持ち上げるだけで、これで外れます。はい、それではですね、グローブボックス外したら接続する場所なんですけども、こちらね、左側に、たくさんコネクタが刺さっている ECU の部分があります。で、目印としてはこの白い大きいカプラですね、このカプラの横に黒いカプラがありますよね、これ。で、白のカプラがあって、その下ですね、これ今カプラ抜けてるの見えてると思うんですけども、上から3つ目のところにこの黒いカプラがありますので、これを抜きます。で、ここのカバーですね、ここ。ここが邪魔になるので、ちょっとね、作業はやりにくいんですけど、左側にこの爪ですね、爪がありますので、爪を押しながら手前に引くと簡単に外れましたんで、ちょっと、手の大きい方はね、作業スペース的な問題でやりにくいかもわかんないんですけども、これは普通に爪を押しながら手前に引くだけで外れます。で、あとはもうね、ここにね、割り込ませていくだけですね。この商品ですね、メスカプラ、こちら側を、ね、抜いたところに差し込んでいただいて、で、こちらを車両側ですね、接続するだけで OK です。はい、それではですね、エンライさんの商品ね、割り込ませていきたいと思います。作業スペースが結構狭いので、ちょっとね、そこだけが問題かなって感じですね。で、上からね、差し込むよりか、ここのスペースから入れた方がいいんじゃないかなっていう感じはしますね。でね、ここの下ですね、この下。ここの下のね、天井カバーね、爪で引っかかってるだけなんで、これを外してもらうと下からも手入りますんで、その方法でやってもらってもいいかなと思いますね。私はね、一回ちょっとね、下のカバー外してみました。はい、あとはもうほぼね、見ながら手探りですね。もう差し込んで押すだけなんですけどね、こう斜めから行くからまっすぐ入りにくいかなって感じですね。でも入ってしまえば簡単に入りますんで、はい、入りましたね。で、あとはここから入れて、ね、ここから出していただいて。いやー、でも今回ね、簡単かなと思ったけど、意外に面倒ですね。簡単なんですよ。簡単なんですけど、作業スペースが狭いだけで、それが難点ですね。はい。で、出てきたので、あとは純正のこちらと合体するだけですね。これで、カチッとはめれば OK かな。はい、これで OK ですね。取り付け合いたってほんまシンプルなんで、先ほども、ね、何回も言ってますけど、この作業スペースの問題だけですね。あとはもう本当に完全カップラーオンで簡単に取り付けできますので、これでね、とりあえず OK です。ではね、動作チェックしてみたいと思います。はい、ではですね、取り付け完了しましたので、動作チェックしてみたいと思います。まずね、エンジンがかかってる状態ですね。今ね、エンジンかかっております。
ね、この状態でですね、一応ね、車内の様子も、撮りたいということで、ここね、窓ガラスを開けております。ね、この状態で、スマートキーを外に持っていきます。まあ、こんな感じでね、車両の方からピッピッピッという音。ね、多分ね、中には、スマートキーがありません、ですね、キーが見つかりませんという文字が出ていると思います。ね、ね、この状態で、ここのロックボタンですね、一応ここ、ロックボタンになってるんですけど、これを押していただくと、今、カチッと言いましたね。ね、これでエンジンがかかってるにもかかわらず、ね、エンジンかかってますよね。にもかかわらず、ロックがかかってると。で、もちろんね、スライドドアの方もそうですし、バックドアも多分ね、ロックかかってるでしょうね、もちろんね。はい、もう反応ですね。で、こんな感じで全部ね、ロックかかってる状態になります。まあ、個人的にはですね、コンビニの間であってもちょっと小さいお子さんを残してこの機能を使うのはちょっとどうかなと思っているので、これはね、皆さんの自己責任でね、お願いしたいと思います。まあ、一応注意事項としてね、こちらの動画をどうぞ。ドアロック中の同乗者の長時間の放置並びにお子さんの放置は絶対にやめてください。夏場でも大変危険な状態になります。あと、ペットの同乗も同じく、長時間の放置は命に関わることがありますので、絶対にしないでくださいね。はい、まあ、こんな感じでですね、注意事項を見ていただいたと思うんですけども、まあ、使い方はね、皆さんそれぞれだと思いますので、ここは本当自己責任でご使用ください。で、解除の仕方はですね、もちろんこちらですね、タッチしていただくと、通常通りね、ドアが開いて、ね、スライドドアも開くと。ね、バックドアですね、バックドアも一応押してみましょうか。はい、問題ないですね。はい、バックドアも開きますので、これでね、一応純正状態というか、ドアが解除された状態になりますね。で、あと3番の時にもね、やってみたんですけども、スマートキーが車内にある状態ではこの機能どうなるかということをやってみたいと思います。まずね、スマートキーをシートの上に置いておきます。で、ドアを閉めますね。で、こちらもドア閉めますね。バックドアね。こっちじゃねえや。いまいちね、まだ乗り慣れてないから、機能を使い切ってないんですよね。はい。はい、バックドア閉まりました。で、これで一応、ドアが開いてる状態で、中に鍵がある状態ですね。鍵ね、ここにある状態。で、なおかつ、エンジンがかかってる状態。で、ここでね、これを押してロックがかかってしまうと、キーの閉じ込めになるんですけども、賢いですね。中にキーがあることを、認識してますので、ロックは反応しないっていう状態になります、ね、開いてる状態ですね。これで OK ですね。ではね、今回のね、まあ、商品の機能オンオフのやり方なんですけども、まずね、アンロックスイッチですね、こちらのスイッチ、これを7秒間長押しします。1、2、3、4、5、6、7、うん、何の反応もないですね。で、実際には機能してるかどうか、これが機能オフになってるはずです。はい、タッチします。はい、ロックかからないですね。一応車両の方からもピーという音ですね。エンジンかかってますっていう感じですね。はい、こんな感じで、一応機能オフになりました。で、機能オンにするにはまた7秒長押しですね。1、2、3、4、5、6、7。これなんか音鳴ってくれたらいいですけどね、ならないですね。まあ、これで一応長押ししましたので、これでロックかかりましたね。まあ、機能のオンオフもね、アンロックスイッチですかね、ロック解除のボタン長押しするだけで、まあ、7秒間とは書いてますけど、約7秒間押していただいて、まあ、ちょっと音とか鳴らないんでね、感覚的な感じで7秒間押していただいて、ね、機能オンオフ、オンオフになったかどうかチェックしてみてください。ではですね、グローブボックスを戻して終わりたいと思います。はい、ではね、グローブボックス戻していくんですけど、最初ね、ちょっとお見せできなかった部分ですね、ダンパー部分ですね、こんな感じで輪っかがありまして、この輪っかのところにですね、これですね、ここが刺さっている状態なんで、ここが刺さっているやつを外に向かって、引っ張っていただければ、これ簡単に外れますんで、こういう風に引っ張っていただくだけで外れます。で、あとはね、ここ、この出っ張りが、こっちと、
こっちですね、ありますんで、これがね、この内側ですね、このこういうところに引っかかってますんで、これをね、内側にギュッとすることによって、この爪が引っかかりがなくなって手前に倒れてくると。であとはこれね、ここの溝、溝というか、こう爪みたいなやつが、このね、溝にはまってるだけなんで、別に固定されてるわけではありませんので、まあ、一応ここでね、こう、またがって乗っかってるような感じになりますんで、はめるときはここにまたがらして、ね、ダンパーをつけて、あとは奥にパチンとするだけですね。ではやってみましょう。はい、ではね、戻していきたいと思います。まずね、ここね、こういう感じで、ここの、丸いところですね。丸いところがここにはまるようになってますので、まずここ合わせていただいて、ね、このまま持ち上げていただくと、上、左右ですね。左右の先ほど大きな爪があったと思うんですけど、それも自動的にはまります。で、この状態だったらね、グラグラなんで、あとはね、ダンパーを先ほどの出っ張りですね、パチッとはめていただければ、これで OK です。はい、ということですね、今回エンラジ庄司さんからご提供いただきましたエンジンかけたままロックできるキットですね、こちらをご紹介しました。こちらの商品はこれからのね、真夏に向けて、大変便利なグッズになると思います。まあ、例えばですね、ちょっと買い物に行きたい、コンビニに寄りたいっていう時に、まあ、エンジンをね、止めて買い物して戻ってくると、もう車内がモワーンとしてる状態で、またエアコンね、かけて、まあ、エアコンの稼働が高くなって燃費が悪くなるっていう症状が出ると思いますんで、まあ、ちょっとした時に出る時にね、ロックをこういう感じでかけれますので、まあ、あの使い方によってはね、ちょっと、まあ、皆さん批判的な声もあると思いますので、そこはね、自己責任で使用していただければと思います。はい、今回の動画ですね、参考になったと思われた方は高評価お願いいたします。チャンネル登録もよろしくお願いいたします。はい、当チャンネルはですね、メンバーシップ制度を導入しております。メンバーになるとメンバー限定の動画、メンバー限定のライブですね、こちらの配信をしております。また LINE グループへのご招待もゴールドクラス以上でご招待しておりますので、日々ですね、メンバーさん同士で楽しい会話、ね、私がたまに入ってね、まあ、車の話題で、あったりとか、まあ、新しい情報をね、皆さんに流しておりますので、気になる方は概要欄のメンバーになるというところからチェックしてください。また動画の配信、ライブの配信は X を通じて皆さんにお伝えしておりますので、アカウントをお持ちの方はぜひ私のフォローよろしくお願いいたします。こちらの動画ですね、最新の動画となっております。こちらの動画、おすすめの動画となっております。この後もご視聴よろしくお願いいたします。では次回の動画でまたお会いしましょう。バイバイ。